でアルゴリズムとデータ構造1ポツ演習の中身にね入っていこうと思います。で、利用環境はね、Linux をベースに説明していきます。Windows でもね、Mac でもね、GCC というコンパイラが使えたら問題ありません。それぞれでね、使うことができるようになってますので、もし Linux 以外でやるというのであればね、そういう環境を整えてください。で、計算機実習1の方でもね、Linux インストールしてるかと思います。ですので、その作業をね、思い出してもらえればと思いますけども、リンクの方はね、2020年度のページですね。で、21年度のページこちらになっています。これ年度によって変わってきますのでね、最新の方を見た方がね、今の環境に適したことが書かれていると思いますので、そちらをね、お勧めします。で、プログラミングのためにはね、ターミナル上でコマンドを入力して作業をね、進めていきます。この部分もね、計算機実習1でやったはずですのでね、そちらを確認してください。でまずコマンドをね、復習しましょう。ターミナルからね、いろいろ作業しますけども、例えばファイルの移動はね、move, mv とかね、ファイルの削除はリムーブですね、rm。で、ファイルの編集はね、私は vi とかを使いますけども、Ubuntu 標準は nano っていうのが入っています。で、gui だとね、gedit なんていうのがね、使えたりします。まずは、どのエディターでもいいのでね、使えるようになってほしいんですけども、この画面の方ではね、VI、実際それの拡張版ですね、VIM ってやつですね、VIM ってやつですけども、それを使っていきます。で、ファイルの中身の表示はね、cat っていうコマンドがありましたね、覚えてますかね、思い出してください。で、ディレクトリの移動は cd、チェンジディレクトリ。で、ファイルのコピーはね、コピーですね、cp。といったコマンドがね、一般的にファイルの操作でよく使うコマンドです。で、これらファイルだけじゃなくてね、ディレクトリに対しても操作できるようになってます。じゃあまずね、GCC のバージョンを確認しなさいと作業1ですね。で、ヘルプ、マイナスマイナスオプション名というのをね、つけると使い方がね、出てきます。で、それ以外にもね、Linux の場合は、マニュアルっていうコマンドがあります。略して MAN ってなってるんですけども、このコマンドの後ろにね、この調べたい、マニュアルを見たいコマンド名ですね、入れてやると、詳しいマニュアルを見ることができます。こういう形でね、もうターミナル上でいろいろ調べ物ができるようにね、設定されているのが Linux、Unix ですね、のいいところですので、今の世の中はね、ネットで Google っていうのが、なんか最初とりあえずやっちゃいって感じがしますけども、実はもう Linux にはそんなんが用意されてますのでね、まずはそれで調べるというのをね、身につけてみてください。で、やってみましょうということでね、コマンド入力してみましょうというのが、この、最初のね、作業1です。で、これができた人はね、次の解説動画に移ってほしいんですけども、画面の方でもね、ちょっとコマンドをね、試してみましょう。で、私、今この環境をね、実は Mac ですね、MacOS でやっています。けど、ちょっとそれでやるとね、GCC とか特殊だったりしますので、Linux の上にね、ちょっとログインしますね。なんぼだったっけな、49かな。で、実はこれ研究室のロボットですね。ロボットの中、Linux が入ってるんですね。ここに書いてますけど、Ubuntu のね、18.04 の、OS が動いてるロボットです。普通の Linux 使えて怒られそうですけどね。ちょうど手元にあったんで、これ使わせてもらいますね。で、まず GCC。Linux はね、特に Ubuntu は標準で入ってますんで、何もせずに使えますけども、ごめんなさい、マイナス2つだ。help と入れてやるとね、ヘルプが出てきます。ちょっと量が多いんでスクロールしてますけども、使い方ですね、ユーセージ。GCC でオプションズでファイルだよと。で、オプションにはこんなんありますよというところでね、2つ目にありますね、ヘルプ、マイナスマイナスヘルプで、この情報を表示しますよと。この情報でこのヘルプですね。これが出てきます。で、他にもね、今だバージョン調べなさいだったね、この辺ですね。マイナスマイナスバージョンって入れてやるとね、ディスプレイコンパイラーバージョンインフォメーションと。ということでね、コンパイラーのバージョンがね、出てくるとなってます。で、これ簡単なね、使い方。もう引数こんなんだよというオプションのね、一覧が出てくる形の、使い方になってますけども、もっと詳しいの知りたかったら、こうマニュアルのコマンドですね、そっちを叩いてみます。そうするとね、ネーム、名前、GCC だよと。GNU Project C&C++ コンパイラー。
の略で GCC だよなんていうねことが分かるようになってます。で、使い方が載っててね、説明が、デスクリプションがね、書いてあります。で、まあ、英語なんで読むの大変かなというところあるかもしれませんが、そんな難しい英語じゃありません。多分皆さん3回生になるとね、科学技術英語というので、研究室でこういう英語を読むことになりますけども、今のうちにね、慣れておいてください。で、まあまあ、実際使うのはね、オプションのところなんでね、オプションズのところを見てきゃいいわけです。で、あ、ごめんなさい、よいしょ、オプションズと。でね、どんなオプションがあるかなという眺め方もありますが、今だったら知りたいオプションがもう決まってますのでね、それを探しちゃうという方が早かったりするんですね。で、これ、レスで見てる形なんでね、スラッシュを押したら検索ができます。で、バージョンなんてやってやるとね、バージョンに関するところはピヨンと出てきます。で、VI とかと一緒ですね、検索ね、N で次の候補に移っていきますんでね、N を押していくと、よいしょ。いろんなバージョンを表示するようになってますね。確認できますが。よいしょ。ここら辺、ここら辺のバージョンでね、マイナス V だけでも出るそうですね。コンパイラーのバージョンね、出しますよという形になってますね。で、マイナスマイナスバージョンでね、バージョンナンバー表示しますよ、ディスプレイしますよなんて説明もね書いてあります。じゃあやってみましょうか。次の3つ目ですね、 GCC でマイナスマイナスバージョンと、これで出てきますね。 Ubuntu の 7.5.0 の 3 の Ubuntu 1 の 18 の 0.4 っていうバージョン、まあ実際のちゃんとしたバージョンだから 7.5.0 ですね。 Ubuntu 18.04 でねコンパイルしてるんで、ちょっとファイル名がねこんな名前になってますけども、 7.5.0のバージョンが私のところでは入っています。皆さんのところもしかしたらね、バージョン番号違うかもしれませんが、まあまあ、そこまで致命的な話にはならないはずです。今回扱う範囲ではね、どのバージョンでも動くようなことをやっています。ついでに、マイナス V も見てみましょうか。他のバージョンもいっぱい出てきましたね。中の設定状況もね、出てきました。で、まあ一番下にね、GCC のバージョン 7.5.0 だというのもね、出てきてくれてます。こんな感じでね、GCC が動くことをね、確認してください。